解释理解是最累。大ちゃん。そう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 、それそれ。ちゃう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 。大ちゃん。こっちこっちこっち。大ちゃん。それじゃ背中しか映らない。いや、見たことに面白いことあるけど、大体、お日様で暮らす毎日はいかがですか。元気になれます。知りたいね、知りたいちゃんのために。何も触られないんですけど、フリーになってからは、やっぱこの井村屋さんとお仕事。かわいいね、逆光だね。やっぱり言い続けるっていうことは、はい、大ちゃんもう一回。もうやらない。もうやめた。もうやめたの。じゃあね。やめた。やめた。やだね。これなら、ホタルイカも逃さずに取れる。破られるよ。大臣に破られる。ほら。入りたいね、大臣。救ってほしいね。救ってほしいの？兄ちゃんも興味津々だね。なんか、なんだろう、ビニールというか、そうして。これで、ホタルイカを取りに行くらしい。アホです。アホじゃないでしょ。本当に取れるのか？取っていいのか？日中は少し肌寒いでしょう。岐阜県です。泡立て気にかなっていっちゃう。ぐるぐるするよ、ぐるぐるするよ。ちょっと大丈夫、無理だね。そんなペシペシ無理無理で打ちる。ちょっとぐるぐるできんだね。よいしょよいしょよいしょ。最高気温は常に20度、終わって22度の見込みです。午後の空気が冷たく感じます。ここからは川田さん、はい、よろしくお願いします。はじめまして。川田さんですね、今日は時間に関する技術を出したいと思います。はい、これメレンゲ。天気予報ではペシペシ時を表現するのにこういった気象用語が実はあるんですね。ぐる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 、片手じゃ無理。できん。はい、夜中か未明か明け方か朝か。今日はモーニング特集のものもありますけど、パンパンと聞いたのにめちゃくちゃ難しいですね。難しいです。はい、高麗さんに聞いたことないですか？ないです。教えてくれないです。教えてくれない。じゃあ3番の明け方。本当いいですか？はい、正解はこちらです。そう、ありがとうございます。実はですね、なぜかというと、実はこちらなんですね。24時間をですね、3時間ごとに天気予報は区切られていまして、0時から3時を2名。もういいかね、大ちゃん。6時から9時を朝。もういいでしかね。ですから午前3時半はください。じゃあ川田さん、はい、明日はですね、朝から終わったね。やだね、そんなの。いらんね、そんなの。座るの？ちょっと気に入ったんじゃない？座っちゃったの。いいね、そのベッド。気に入った。落ち着く感じ、大ちゃん。なんかちょいちょいよし、あの汚い足が映っちゃうね、大ちゃん。やるね。まんまと、まんまと座っちゃったの。あ、手が出てるね、大ちゃん。サイズが合ってない。すき焼き、季節外れのすき焼き。降り積もった火山灰の影響でいただきます。島には今植物もほとんど見られません。季節は
あれだ。一応冬の海だね。すげえ。猫釣りにはもう飽き飽きでしょうが、ご辛抱くださいませませ。疲れるとこうやって向こう向いちゃう。あそこの体の横に糸のあるやつ。今引っ張っとった時に。ちょっとよたっとして。よたっとしたね今。大丈夫大ちゃん。足痛いんじゃない。疲れたから今度大丈夫そうだ、うん、疲れたらしい。まだもうちょっといけそうかなってあそこでちょっと考えて。もうちょっといけそう。もうちょっといけそうか。かわいい。今考えてね。だちゃん引っかかってる。だちゃん罠にかかってる。だちゃん罠かかってる。いや取れないね。あ取れた取れた。おしまい。姉ちゃんおしまいだって。今日は麦ちゃんの出番が少なかったですね。あの子動かないからもう。それではまた明日も
お会いしましょう。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。また見に来てや。お前らチャンネル登録してくれ。